はい、ということで村上イオボヤ会館に到着しました。イオボヤは何のことか分かりますか？分かりません。欲しい。イオボヤ？イオボヤ、イオボヤでしょ？うん。さっきなんか誰かイボとか言ってなかったっけ？言ってねえわ。あ、俺がイボヨボとか言ったの？イオボヤだから。なんだろうね。やっぱ村上に関係することなんじゃないの？違うのか？正解です。イオボヤでしょ？イオボヤ。いいよ、いいよ。松本いいよ。俺もそう思った。いいよ、いいよ。松本いいよ。ヒロミ。はよ、進めん。イオボヤは村上の方言で、鮭のことをイオボヤって言うんですよ。鮭だと。鮭じゃねえって、鮭だ。鮭。わからねえけど。鮭と鮭の違い言える人いる？漢字とカタカナじゃねえ。そういうこと？わからない。いや、俺わかんないけどさ。俺もわからない。俺も今なんかふとね、鮭と鮭の違いは何なんだろうって今なんかふと思っちゃってさ。オスメスじゃねえ。そういうこと？ポンコツすぎるよ。まあね、村上といえば鮭ですからね。ちょうどもうこれから季節ということで、イオボヤ会館は何かと言いますと、まあ、鮭の博物館になってまして、村上の鮭がよく取れる三面川っていう川があるんですけれども、そこの鮭の産卵から孵化するまでなど勉強できるということなので、ちょっと行ってみましょう。せっかく村上来たんだけど、鮭の、あ、イオボヤの勉強して帰りましょう。なるほどね。鮭について学べるってことね。そう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 。まあ、もう面白そうじゃないですか。ね、なかなかないでしょ、鮭の博物館。ない、ない、ね。ならではですよ。まあまあ行ってみましょう。ちなみに、日本で一番最初にできた鮭の博物館。2個目もできてないでしょ。2個目あんの？2号ってあんの？2個目は2個目。2個目どこ？調べときます。まあ初代ということで。初代。初代ね。なるほど。行ってみますか、じゃあ。行きましょう。なんかもう順路が決まってんのかな。早速もうイクラがお出迎えした。あ、そういう感じ。そうだね、イクラでしょ。確かにのっぺに入ってるやつな、色的に。お前の頭ちょっと並べて。ちょっと待って、10個目腐ったイクラ。腐ってねえから。すごいすごいすごい。これ今醤油漬けですか？いくらだろう？醤油漬けいいですね。今、及川ってどうだったの？及川って何？ああ、昔いたよね。川行けば及川だらけって。及川ってこういう感じなんだね。もうちょっと色綺麗だよね。え、かわいい。見たことある？初めて見た。初めて見るかもしれない。ヒゲがある。ちょっとなんか似てんのよ。いや、似てねえわ。ニジマス。あ、これニジマス？ニジマスこんなでかくなるんだ。伊藤。伊藤？幻の？幻の伊藤。やばいじゃない。北海道でしかいないだからね。今年も鮭が帰ってきました。へえ。顔っぽいよ。ほら。やっぱ石にさ、卵を見つけるからさ、こういう風にしてるんだよね。ちょっとさ、鼻の先端あれ傷んでるんだ。あれ帰ってきて疲れてるから。体に傷だらけだもんね。すごいよね。海から戻ってくって大変だよね。ボロボロよ。これやばいよ、死にそう。もう振り終わったんさ。頑張ったんだな。腹だったってもうあんねえもん。見つかった。あと死ぬばっかなんじゃねえか。
目の色もちょっと白い気がする。大変な世界なんだな。この辺じゃん。川まで110メートル。マジ？このまま行くと三面川の分流の種川って川があって、そこをガラス越しに見ることができるんで、ちょっと行ってみましょう。すごいわ。これ、いやここまず来た方がいいね、ここ。あ、まあまあ。川谷に降りって感じだね。うん、雨降ってるからしょうがない。でもさ、魚めっちゃいるね。まあ、いる。すげえ感じだね。あ、こっちちょっと綺麗なんだ。あ、これ鮭じゃないの？これ鮭の写真。みんな見よけたんねんだ。見よけたか、ついに。違う？これみんな見よけたんだじゃねえ。鮭なんねん、これ。違うんけ。どれだろうね。腹にクーレセンが入ってるやつ。横お前さん、見よけたいてだけなんじゃねえのな。だから、本気ピール側に見よけたの違うんけ。アブラペラか。アブラペラ。アブラ早いやね。じゃあ、アブラペラって。図鑑ではアブラ早いや。子供の頃調べなかった。アブラペって魚いねえなーって。いや、調べなかった。おいた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 、見た。来た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 、振ってる振ってる。あれはもう結構きつそうだね。でもみんなさ、小魚寄ってくんだわ。食おうとしてるの？あ、小魚が鮭を食おうとしてるってこと、うん、いやー、素晴らしい。これ天然ってことでしょ、うん、感動だね、マジで。すごいね、これ絶対来た方がいいね、これね。ちょっと上流行ってみっけ。ちょっと行ってみましょうか。めちゃくちゃ楽しくない？めっちゃ面白い。でもやっぱさ、これ見るのはやっぱこの時期だね。そうだね、11月ぐらいから。こんな感じの書いてあるんだ。やっぱいい絵だ。あ、さかなクンが書いたってこと？え、さかなクンが書いたんだ。うん、すごいよ。漁業のさかなクンね。おお、めっちゃ来た、めっちゃ来た、めっちゃ来た。浴槽も見応えあるんですよね。うん、これ600円だよ。こっち水族館だよ。うん、いろんな魚いたしね。伊藤見れたら感動だわ。初めて見た。川魚系いいね。でっこ。タラ、タラではないよね。15キロってこと。やば。マスノスケ。これでマスなんだ。マスノスケ。これはあれのハゲダスケ。あれがハゲダスケ。ハゲダスケ。キングサーモンのことをマスノスケって言うのね。うん、本当だ。日本語読みで。うん、初めて知った。キングサーモンだけあれでしょ。カッパ寿司行ったらマスノスケくださいって呼びってことでしょ。そういうこと。カラフトマス、ね。ためそうぜ。カラフトマス2年の周期だから。2年の生活周期。あとですか。へぇ、白鮭で3年から5年、あ、ちょうど海にいる時期が長いんだね。白鮭も3年から5年だったから結構いいな。冬の時期にみんな、夏から秋にかけて北上してってオホーツク海で、冬にアラスカまで行くもんね。夏はこっちの方にいる、ベーリング海。やばいね、こいつら。何国語喋れるの？ベーリング海から日本までどうして回帰できるのでしょうか。確かに太陽をコンパスとしてなど諸説あるものも、生物学上大きな謎のままとなって。確かにロマンだね、なんかね、うん、神秘的だね。面白いじゃない、謎に包まれてるっていうあたりが。ということで、いよいよ母屋海館どうでしたか。
面白かった。ここはちょっと見どころあったね。相当楽しかったね。一番良かったのは、ね、やっぱトンネルくぐって実際の生の川に生息する鮭を見れる施設、あれはすごい。時期的なのもあるかもしれない、ちょうど見れましたしね。ちょっと鮭の人生のドラマ、うん、ヒューマンドラマ、ヒューマンではない、ヒューマンではない、そう、フィッシュ、フィッシュ、あ、そうなんだっけな、感じられましたね。まあちょっと鮭の人生のドラマと、人生の、ということで、じゃあ今回はこれで終わります。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。